はい、マンハッタンスカイです。まあ、今後はあれですね、その、どこが悪いっていうわけじゃなかったですからね、引退は。まあ、もう単に能力なっつってあれだったんで、どっか悪かったわけじゃないですか。この頃、菊花賞出た時の菊花賞馬って何ですか？俺、多分一番競馬をちょっと見てなかった時期だと思うんですよ。なんだっけ？ソウルオブウィンドとか、その辺ですか？いや、もうちょっと後ですよ。あれかなと思って、それがすごい気になって。なんだっけ？あれら出てくるんでしょうけど、携帯とかあんまスマホいじらないんで。 ちょっとひとしきり撮ったら調べましょう。あ、すみません。そういうのはすごい気になる。ソング・オブ・ウィンドって、僕、ソリッド・プラチナムっていうユニオンの馬持ってたんですけど、それが500万を勝った時の2着馬なんですよ。あ、ソング・オブが。そう、それで名前に覚えがあったんで、菊花賞買ってたんです。だって俺もめったに馬券取らないんですけど、今年の桜花賞荒れたじゃないですか。桜花賞の 3連複 10万3000馬券を、単純に15万人気だったかな、プリンセスジャック、ゴールデンジャックの子供やからっていうだけで、そういうのでしなかったら取れないですもんね。十何番人気なんか普通に考えたら買わないですもんね。ゴールデンジャックの子供やから。僕はあれですね、この馬、実は抽選で当たった、抽選っていうかプレゼントで当たったんですよ。深見さんって方と同じかな、あの方も一口かなんか、何かのやつで当たった。そう、新聞とか雑誌とかでもやってたし、あと会員向けのプレゼントもあったんですけど、まあ、500口のうち多分100口ぐらいがそういう人で。その馬が重賞勝っちゃいましたからね。すごいですよね。すごいことですね。この子は父何でしたっけ？デック、あれ？で、なんだっけ？あそこにちゃんと書いてあるんですけど、俺もちゃんと見てなかったから。そう、デック、何だったかな？デックのお母さんってなんだっけな？あ、ど忘れしちゃった。